はい、犬くんの方からね、ちょっと恋愛場まで行きますかね。こんなんですよ、北側はずっと歩けるんやけどね、南側の方はもう住宅街で全然歩けないですわ。ほら、大きいでしょ、山の竹の量でございます。去年はね、ちなみにこれ一周回ってまんね、もう反対側がね、住宅街やから、なかなかね、道もわからず、大変でしたけどね、暑い中。おお、カモがいっぱいおりますね。カモか。カモですね。こっちは遊粉の方でございます。おお、遊粉です。ああ、下がね、石がゴロゴロしてるんでね、危ない危ない。宮内庁ですね。やっぱり宮内庁ですか。宮内庁にしてはフェンスが違うんやけど、これね。フェンスがね。これ。カモがいっぱい泳いでますけどね。西の目、10% 以上かな。こんなんですよ、これ。わあ、向こうもいっぱいある。すごい数だ。こんなんです。綺麗に残ってますね。宮内庁、国で管理してるやつはね、綺麗にしてもらってるんでね、なかなか綺麗に残ってるけどね。まあ、仕入れやってるやつは広いのもあるからね、もう崩れてしまってね、ああ、逆光かい。こんなんです、ほら。逆光になってますね。よいしょ。ここでもね、ここあるけど、ここ、うん、どこないの、ここ横出るとね、竹内街道ですよ。竹内街道ね、昔の感動でございます、これね。これが綺麗されてますけどね、これ向こうからね、古市の方からね、やってくるんだけど、あ、魚釣り禁止ね、はい、こんなんです。ちょうど逆光でございましてね、西に向かっとるんでね、恋愛所見れるかね。はい、遊粉で、こちらの方が北粉で、あ、分かる分かる、そこ首出てますね、そこね。今日は羽曳野の方のね、昼からちょっと時間空いたんで、羽曳野の古墳がね、ちょっと三つ四つ見たんかな、今日4箇所見たんかな。羽曳野の方はね、古墳いっぱいあるんやけどね、古い人ね、富田林のところもあるんやけどね、あれ、あれ、富田林なのかな、あの宮ね、あれはもう、前方に行くって言われたんだけど、なんか山とね、水が残ってるんやけどね、そんなんですわ。あれもちらっと見に行ったんやけどね、なんかわからなかったね、さっぱり。なんか動画も撮ってなかったけど。こんなんです、大きいね、結構。去年夏ぐらい見たかな、これ。ほら、だいぶ大きいね、向こうまで。カモがいっぱいおりますけどね。これ、え、これは礼拝所あんのかな。え、なんか見たような気すんねんけどね。うわぁ、なんかすごいね、この大きさ。これ、ちっちゃいところが回ってると、ものすごく見えるね。これなんかね、これ。何何？ウォーキングロード。今どこ回ってんだ？白鳥塚公園ね。これはね、
興奮の方のね、横幅が広いのとものすごくね、いろんなもの見たけどね、ものすごく広いですわ。あれどこ橋破格方面やったかな、あれは横幅がなかったね、ちょっとしかね。あらこれは行かれへんのかね、ちょっと待てよ、これどうやろう、これ行けんのかな。いやいや、そこじゃあんねんけどね、はい、これ白鳥古墳だよね、大和たけるでございます。お、行くそうやね、おお、行ける行ける、あれリアジョなかったっけこれ、あれありませんね、あら見当たらんかね、これ宮内庁にしては大変がどこかわかんないけどね、ないね、これこんな大きさだけどね、こんな大きさ、これないのかね、ここあるとするとね、こちらの方や、方向の方やからね、わからないね。あ、そのちょうど裏側か、ほらわからんわこれ、あ、入り口がね、正面から入ったらわかるね、これおそらく。なるほどなるほど、横から来たらわからんかったよ、ここね、はい失礼します、あ、ここありました、ありました、はい失礼します。枝ぶりですよこれ、ほらよく横は通ってんやけどね、礼拝所2回目でございます、ありがとうございます。いやー綺麗に晴れてます、ちょうどね横がねこのお家があるからね、分からないんだ、ここですわ、白鳥寮ね、これもずっと回ったんだけどね、はい綺麗にされてますわ、いやいやありがとうございます、よし行こうか、ありがとうございました。ちょっと違和感あんねんけどね、山本たけるさんではちょっとね、どっか三重かどっかで亡くなった、名古屋とかが亡くなったんや、亡くなったんやらしいからね、ちょっとなんか違和感あんねんけどね、よしよし、いやー今日も歩いたね、ここから来ないかんねんな、なんで分からんかったんや、横から入ったから、はいはい、下は石畳でね、歩きにくいんだけどね、これあ、ここね、はいはい、わかりました、なんか案内所、案内板あんの、こう案内板ないんか、何にもないな、案内板が、ああ、ここにあるわ、よしよしよし、行こうか、ほら左から行けんのかね、ここにあんねん、ほらあんだよ、これはわからんわや、ほら白鳥寮、ね、